はい、小川さんこんにちは。今私はダオタン通りに来てます。はい、ちょうどロッテとデイホテルがね見えてますが、その間の道ダオタン通り、これこっちまっすぐ行くと金馬ですよね。金馬から細い道ちょっと一本北に上がったら今度はダオタン通り。はい、このダオタン通りはね、見ての通り周りに両サイドの道にちゃんと歩道がつくんですよね。なんで、歩道付きで、店の入り口があるというような形が取れるので、駐輪場とかね前の歩道に置けばいいですよね。そういう特徴があります。金馬か林南で探してくださいねとおっしゃってますけど、ダオタンも別に全然悪くはなくて、ちょうどこのダオタン通りのここから林南通りが始まるんですよね。はい、それまではダオタン通りなんですよね。これまっすぐ向こうに行くと結構日本食レストラン、美味しい日本食レストラン結構あります。で、ラウンジもたくさんあります。はい、そんな感じですよね。こちらから向こうはデイホテルがあったりロッテがあったりするんで、ちょっとそういうお店屋街ではないんですけどね。はい、じゃあ今から林南の町、道ですよね、入っていきますね。はい、ちょっともういろいろ話をしながら続けていきます。こっから林南のスタート、こっからがダオタン通りですよね。はい、で、すごく流行るであろうお店ともう終わってんじゃねえかなっていう店といろいろあるんですけども、はい、一般的にいいと言われてるところですね。はい、この林南通り沿いはやっぱりいいですよね。林南通り沿いはいいです。はい、例えばここにおたふく、たこ焼き、日本食レストランありますけども、これ実はあんまり流行ってないですよね。ここは美味しいですよ。広島お好み焼き美味しいんですけども、あんまり流行ってる感じじゃないですよね。もう危ないかなっていう。で、この横にも何かあったんですけど潰れて、今なんか富士マッサージっていうマッサージ屋さんが入ってます。この辺りね、家賃がいくらかわからないんですよね。ちょっとオーナーさんと特別な契約をしてるみたいで、オーナー自身がやったりしてるんだよね。だから家賃ここは分かりません。でも普通で考えれば1500ドルから2000ドルぐらいはすると思います。はい、今こちらちょっと前からですけど、日本のレストランができました。今まだ建築中かな。この角地のいいところですね。1階、2階、3階、結構広いスペースが確保されてます。焼肉北新地飛牛ね、飛牛日本レストラン、日本料理北浜深田、なんかちょっといい感じの店があって、でこういうお店が今つい最近できました。はい、でこれを道路を挟んでここ、今匠、はい、これがちょっともうちょっとハイバーチュンのね東の方にあったんですけど、なんと2号店を金馬に出すという噂は聞いてましたが、本当に出しました。これもうオープンします。グランドオープンします。結構入るんじゃないですかね。これ今にハノイにある日本食レストランで、おそらくですね、5本の指に入る儲かってる店です。はい、それのこの林南店、林南のお店金馬店ですね、をここに出したばっかり、あとまだ1週間も経ってないですね。でここでおそらくですよ、1階2階3階、だいたい2000ドル近いんじゃないかなと。家賃がですね1500から2000。はい、ダオタン通りに近いところからずっと良くなっていくんです。この辺が一番便利っちゃ便利ですよね。はい、金馬のエリアからもビジネスマンが歩いてここまで来るというのはあると思うんですね。私ももっとこの林南のもっと北の先の方にあるところまで歩きますんで。で、ロッテがありますよね。ここも降りてちょっと日本人たちは近くの日本食、もちろん牛丼とかあれば食べに来ると思うんですよね。近いですから。はい、こんな感じですよね。この辺がちょっと一等地なんですよね。一等地、またここにも何かできるんでしょう。前までもはなんか韓国料理屋さんがあったんですけど、もう潰れてます。もうやる前からこんなの潰れるだろうなっていうか、全然流行ってないんでね。何年かやってましたけど、はい、もう案の定潰れます。大体わかります。はい、でこの横もここもなんかできるんでしょうね。ここ今作ってますよね。こんなところに 家だけ持ってるのは もったいないですよね。はい、店にすれば絶対いいと思うんですよね。はい、これ匠です。はい、だいたい店ばっかりで、こういうなんかわけのわからないちょっとすごいいい家が建てたりするんですけど、これは誰の所有者かわかりませんが、めちゃくちゃ金持ちだと思います。でサークル系なんか最近できまして、
はい、お薬屋さんとか、ワインセラーとかねあります。でこれもなんかよくわかんないんですけど、間口が広くていいなっていう感じですけど、ずっと前からこの状態、はい、なんだろうなと思うんですけどね。ちょっとこれは高いですよ多分ね、はい、改装にもお金かかるし高いんじゃないかなと思います。でこんなところビューッと奥に行ったところとかに意外と安い物件があったりします。この目抜き通りの林南通りはやっぱ高いですよね。やっぱり2000ドル、2500ドル、2000ドルします。はい、でベトナム人がやってる日本食レストラン田舎、こんなんが結構人気がありまして、私の知ってるお客様もう毎日ここまでここに来て食べに来るという方もいらっしゃいますし、ハンちゃんっていうね、これも昔からあります。流行ってんのかどうかわかんないですけどもね、まあ、ベトナム人がやってる日本食レストランですね。はい、でちょっと向こうに行ったらサチとかってありますけど、こんなのも、まあ、ベトナム人がやってる日本食ですけど、まあ、何でしょうね、この林南の激戦区でベトナム人がやっぱり日本人同士でもしのぎを削ってるのに、ベトナム人のが日本食一生懸命やってるっていうのはね、まあ、よほど資金力があるか、よっぽど研究してうまいか、どっちかだろうと思いますよね。はい、この辺がラウンジですよね。はい、ここに焼肉心、これはものすごく美味しいです。僕らもよく来ます。お肉を食べるんだったらここっていうかね、はい、焼肉心有名です。シンガポーリアンがやってます。でこのハノイレディ、これもまたな人気店ですよね。はい、人気店です。はい、ずーっと歩きますよね。この辺はまあ目抜き通りで、今ここ右に曲がってまっすぐのところがこの前ご紹介した物件です。わかりますかね、覚えてますか。でちょっとこの林南通りまで戻ったここ、今なんか表面とか門を崩してなんか作ろうとしますよね。ここ実は牛亭っていうね、ここも焼肉レストランだったんですよね。はい、だからここは家賃が1500です。1500ドル。まあここのオーナーさんから実はね、借り手がいないかっていうふうにうちに打診があったんですね。ベトナム人が3人兄弟でやってるんですけど、ちょっとねお姉ちゃんが結婚してもう働けなくなるからもう回せないんで手放したいと言ってきたところがあります。ここは1500ドルですよね。3階建てで1階2階が店舗、まあ綺麗な内装でねいいんですけども、まあそこに焼肉心があるので厳しいんじゃないかなって僕は前から思ってましたが、やっぱ案の定厳しいんでしょうね。ちょっともう他の借り手がついてオーナーチェンジをするのか何なのか分かりませんが、はい、誰かが違う店をするみたいですよね。念のためにもう一度お店行っときますね。はい、まあ、今お昼の1時半ぐらいでしょうかね。はい、まあこういうお店が、まあ、まだまだありまして、ちょっと今一服してるっていうかね、そんな状態で、また夜の映像もね、お届けしようと思うんですけど、今とりあえずお昼、はい、ちょっとお客さんの、まあ、通りも少なくなって、まあ、そこに林南市場が今ちょうど建築中でね、完成したらその中に結構な数のこういった市場の行商の方々がまた入っていくと思うので、だいぶ数は少なくなると思うんですけど、はい、まあ、今はちょっとあふれかえっちゃってますよね。はい、ここですよね。はい、ブラボーなんかよくわかんないですけど、1階2階3階、この前お見せしました、ここです。でこの横の七夕っていうのもラウンジです。ラウンジです。結構流行ってるみたいです。何の店かなって前分かんなかったんですけど、友達に聞くとラウンジだよと、流行ってるよと言ってました。でその横もバラ、これもラウンジです。ラウンジが2店舗続いてますよね。はい、でまたさらにもう一つ、店を挟んでこれキララ、これもラウンジですよね。この辺をラウンジがギューッとこう固まってます。ラウンジが固まってる、はい、こんな感じ。目の前はスイートっていう、これもラウンジですよね。これもラウンジ、はい、だからまあこの店の周りだけで 1,2,3 店舗ラウンジが本当道路挟んで横にあるっていうか、でここが日本人がやってる、これ横がスイートっていうラウンジでね、ここが日本人がやってるバーだと思うんですよね。クラシックっていうバーなんですよ。はい、ここ結構ね皆さん日本人よく来るんですよね、ここね。はい、ここも、まあ、そういうお店ですね。うん、お酒を飲むところの横にカレーとか牛丼があれば、まあいいのかなという感じはしますよね。はい、この辺りは今こう先ほどのところは1000ドルって言いましたよね。で表が1500なんで、ちゃんとなんか理にかなった家賃だなというふうな気がします。決して
ぼったりはしてません。だいたい相場じゃないかなっていう感じがします。はい、もう一度今リンナン通りに戻りますね。今戻ってきました。はい、であとこれからこの北の方に行くとだん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 条件が悪くなっていきますよね。まあ、条件が悪いっていうか、これリンナン市場今改装中ですけど、条件が悪いっていうか、まあ、何をもっていいか悪いか、向こうの方が金馬なんで、金馬方面から歩いてくる人がいるだろうと想定すると、はい、ずっと向こうに行けば行くほど遠くなりますよね。ちょっと足が遠のくんじゃないかなというのは確かにあると思うんですよね。はい、でも、まあ、すごく流行ってるお店がありますので、ちょっとそのままカメラ切らずに行きますね。はい、ここがアクルヒショップ、ホーチミンにもあると思うんですけど、アクルヒスーパー、日本の食材店、はい、ここにありますよね。はい、これアクルヒショップです。はい、ちょっと歩きますね。これ政府のなんかの建物があって、はい、この辺からなんかちょっとこう北の方に外れていって、だんだん家賃もだんだん安くなるんですよね。はい、でもうちょっと行きます。美味しいお店があるんですよね。はい、これ曲がったところにも、はい、あるんですけど、ね、ちょっともうあんまり全部やるとビデオの時間が長くなっちゃって、ね、ちょっとやめときますね。はい、まず見ようか。はい、ちゃんと見ましょう。家賃がいくらか分かりませんが、こっち右曲がりますよね。林南から少し曲がります。ですぐそこに日本食レストランがあるんですよね。結構まずくはありますよ。うまいです。はい、ラーメンなんかは結構ね、いい味を出してて美味しいんですよね。はい、で、もちろんお昼もやってます。ランチもやってます。ミラークっていうお店ですね。ミラーク、はい、ここがやってます。これラーメン結構うまいですよね。僕はなんていうか乳酸素系の味がするんであまり好きじゃないんですけど、はい、猫の横も今なんか作ってますよね。はい、ここがあって、で、まず、ここが家賃いくらかな。$1,000、いやもうちょっと高いかな、$1,000-$1,500の間かもしれませんね。はい、でここ曲がっていくんですよね。ここ曲がってなんかこのどこに行くんだろうっていうような通りがあって、でこれまっすぐ行って右に曲がってまたさらに奥に行くと、実は豚骨ラーメンのうまい店があってですね、非常に流行ってます。非常に流行ってます。はあ、なんだこれは、竹カフェってできたのか、こんなの知らなかったね。はい、このね右曲がってここ、今やってないのかな、あお昼やってんのかな。はい、ラーメン、ボーイングラーメン、これは変な名前なんですけども、はい、ここの豚骨うまいんですよね。今やってますけど、ちょっと閑散としてんのかな。あ、そうか、今2時か、2時なんで、もう仕込みに入ってるんで一旦店閉めてますよね。はい、ここなんですよね。これがうまいんですよ。僕もたまに来ます。豚骨はそんなしょっちゅう食べれませんよね。食べれませんけども、やっぱり食べたくなってきますよね、あれが。だからもうここ結構来ますよ。土日でも結構来ます。はい、ここはもうおそらく家賃は何ぼだろうな、700とかそれこそそれぐらいじゃないでしょうかね。$1,000は切ると思います。こんな変な先っぽの林南から奥ズドーンと入った先ですよね。はい、この向こうの方ですよ、赤い提灯ですね。はい、まだこの辺だったら林南に近いんですけども、そうじゃなくてもう奥のドン付きですよね。あれは安いですよね。あれも1階2階建てかな、2階ぐらいまで、客室3階はあるけど使ってないと思います。はい、結構流行ってます。でまた林南通りに戻ってきましたね。はい、林南に戻ってきました。今向こうの方からずっと歩いてきましたよね。はい、で向こうの先に行って左曲がったら、ご紹介している物件ですよね。はい、でこの林南通りなんですけど、この角におでん屋奈々ちゃんってなってですね、ここは1階2階3階ってあるんですけど、まあ、実際使ってる1階だけ、ここだけ借りてる、1階だけを借りてるっていうのがあります。ここはもっと安いでしょうね。おそらく700とか600じゃないかもしれませんね。はい、でこれはコンビン山とかベトナムの何でしょうか、お店ですよね。でここもなんかまた来るのかな、なんか来ますよねこれね。なんだこれは、ちょっとわかんないです。なんかもうすぐオープンするようなフードビベレージ、何でしょうか、なんかのお店でしょうかね。はい、でここが赤太陽といって日本食屋さん、昔からあります。
この辺あたりで林南まで来てどうでしょう、1000ドルぐらいかな。ここまで来ると1000ドルでしょうかね。はい、でこの奥とかにも広島焼きがあったりするんですよね。はい、でもうちょっと行きますね。はい、もうちょっと行きます。今一切切ってないでしょ。はい、僕はさっきもあのお昼食べに来たんですけど、僕がよく行くのがこのパクパクっていうこの赤い変な名前のお店ですね。パクパクレストラン、ここです。はい、これめちゃくちゃうまいです。これ1階と2階かな、1階2階、3階はありますけど使ってないですよね。そんなのが多いです。だいたい1階2階で対応できるというか、ここで家賃1000ドルです。今大将と僕仲がいいんで教えてもらいました。ここまで来た1000ドル。はい、あのさっきダオタン通りからここからリンナー始まりますよねっていうふうに言ってから歩いて何分でしょうか、3、4分ぐらいじゃないでしょうかね。普通に歩けば、さっと歩けばここまでそれぐらいで来れます。でここで1000ドル、はい、途中のあそこを曲がったところもね、1000ドルなんですよ。ここはなんで1000ドルかって、こう道沿いでしょ、道沿い、林南通り沿いなのでだいぶ車幅は狭くなるけど、でも林南通り沿いなんで目立つんですよね。その横入ったところ、そのここから1本あの路地入ったところではないですよね。入った行ったらもっと下がる、ドコンと下がるんですよね。で考えたら、まあここで道沿いで1000ドルで、はい、でさっき曲がったところが、まあ、あの1000ドルでも、さっきのところは本当の林南の中心地ですよね。はい、なんで、まあ、だいたい相場的にはそんなもんかなと思っていただけるかなと思うんですけど、はい、さらに行きますね、さらに、はい、さらに行きますね。さらに行くと、これはハノイでおそらく僕は1番か2番ぐらいじゃないかなと思っているほど美味しいラーメン屋があります。美味しいラーメン屋、このハロンラーメンっていうんですね。変なところに立ってるでしょ、この林段。しかもこれ車幅っていうか歩道がないんで、もうあの車止めた瞬間にクラクション鳴らされるみたいな感じのところですよね。非常に条件悪いですよね。はい、ここまで来ると、はい、でもここハロンラーメンって言いましてね、めちゃくちゃラーメンうまいんです。このラーメンめちゃくちゃうまいです。こうですね、はい、1階2階3階4階あるけども、おそらく1階しか使ってません。1階と2階かな、2階までですかね。はい、だいたい1階2階でことたりるということですよね。はい、今はもう時間がオーバーなんで、2時過ぎたら仕込みの時間なんで、今一旦切れてますけど、はい、ここ入り口です。そこ林南通りね、おそらく僕は思うんです、ここで1000ドルは切ってんじゃないかなと思いますね。あ、でも1000ドルかな、まあでもこんな感じなんで1000、まあちょっと切って800、900で交渉してるかもしれません。はい、もうこの先はドン付きですよね、ドン付きです。ここに幼稚園があったりするんですけど、ローカルのね、はい、こんな感じなんですよね。はい、からまずあのここ流行ってるんですよね。これはもうあの常にいっぱいです。ここまでしかも道つけてもね、車止めにくいでしょう、でも来ます。なぜか、美味しいから、もう簡単です、簡単な理由ですよ。はい、もうこの辺なってくると林南の端ですよ、ね、もうほとんど北、もうすぐ何でしょうか、ちょっと違う通り名になっちゃうかなっていうぐらいですね。でこれがトンペイといって、また日本人がやってる美味しい とんかつのお店。まあここも店構えは綺麗ですけども、あ、まあどれぐらいかな、1000ドルか1000ドル切るぐらいかなっていう感じです。はい、こんな感じですね。林南さーっと歩くとこんな感じです。はい、ですのであそこを、まあ、ご紹介してる場所がそんなに悪くはないですね。1本入らないと絶対に、まあ、1500、2000ドルの金額は下がらないですね。それかここまで伸びれば別ですよ、ここまで伸びれば。はい、ただまあここまで来るかっていうのはあるんで、でも来てます、でも来てるんですよね。そこのハノンラーメンが満員御礼ですから、やっぱり来るんですよね、美味しければっていうのが僕のなんか日々ここで思う実感なので、はい、あの金間のどっかにいた方がオフィスに近いのでいいんじゃないかなっていうお気持ち分かるんですけども、美味しけりゃ来るよっていうことなんですよね。はい、で林南よりもザオタン通り沿いにロッテがあったりするんで、ロッテでも結構日系が TOTO さんとかね、キーエンさんとかね、やっぱ入ってますので、そういった方々がやっぱり来ますよね。
はい、なんでそうなってくると林南の方が逆に近いとか、はい、ですので金馬通りにしかオフィスはないよっていうわけじゃないってことですね。はい、まあ、ちょっとこんな総括とそんな感じですね。はい、林南ずっと来ましたよね、今そこがハロンラーメン美味しいですよと、はい、またさらにもうもっと上の方に金馬の方に離れていく、はい、まっすぐ行きますね、はい、そこにもまた最近オープンした日本食レストランがあるんですよね。はい、その前にねちょっとこんなのはどうですかっていうのがあるんですけど、はい、ちょうど私今こう歩いてきててずーっと歩いてますよね、はい、ずーっと歩いてます。でここに最近できた日本人向けの多分ねサービスアパートなんですよね。これアパートです、結構新しい、はい、でここの中にちょっと今見たんですけどもね、20の林南っていう、まあ、番地で、であのここがまあメンテナンスがあって、で上に上がってあのエレベーターで部屋まで行くっていう感じなんですけど、全サービスアパートメント、はい、ここがエレベーターホールで、ここの横にね、まあ、こんなスペースがあるんですよね。これ何に使うか後で聞いてみようと思うんですけど、お手洗いがあってなんか洗面がある、はい、何とも言えないこのズドーンとしたスペースが倉庫のようななんかある。でも多分これはオフィスに使うんじゃないかなというふうに思うんですけど、裏側に勝手口があるんですよね。これはまあひょっとして何かもうあのやることが決まってるのがあるかもしれませんが、はい、ここがねこのフロアだけ貸してくれという話はどうなのかなっていうのは今ちょっと思いました。キッチンをどうつけるか、はい、排水はそこにあるんでね、そこになんかこうあの蛇口というかその洗面があるので水の処理はできるかなと、はい、こういった何平米かな、これで60平米ぐらいあるのかな、70もないか、まあそれぐらいのスペースがポツンとありますよと。内装は綺麗ですよね。横はもうちょっとごちゃごちゃっとしてますけど、はい、こんなのがあります。はい、ちょっとあの道がねここまで来るかっていう感じはしますけども、でここが日本人向けのサービスアパートで、まあ、こんなのがあって、この1階部分がポツンとああいう店舗用地として開けてるケースがあるんですよね。そこはいかがですかっていう感じです。家賃がいくらかは分かりません。安いんじゃないかなという気はします。ワンフロアだけなんで、はい、でさらに歩きます。さらに歩く、はい、さらに歩いて最近私の友人が食べに行ったけどうまかったよと言ってるお店があるんですよね。で二郎って言いましてね、なんか大きなしゃもじではいお待ちっつってこの上に乗せて焼き物とかをビャッとこうあのカウンターの方までこう出してくれたりするっていうそういうタイプのお店で、はい、ここですね二郎、これです、はい、二郎、これがつい最近1ヶ月ぐらい前に開いてます。はい、何でしょうね、ベトナム人もやってて、まあ刺身もあって鉄板海鮮なのかな、わかんないけど、こういうところにちゃんともう店を出す、まあおそらく林南通りの北の果てですね。北の果てといってもこっからさっきのダオタン通りまで歩いたら10分もかからないかな、10分もあればあのもう歩き切ってしまうようなそんな狭い道ですよ林南通りってのは。だけどもこういったものもあるんですよね。はい、ですので、まあ、路面の何階建てかっていうフロアでね、1階2階もしくは3階、はい、上の方はスタッフの休憩所とか仮眠室とか使えるような感じで、でまあ安ければいいなと思うんですよね。そうするとこの通りにこだわらないで右か左の辻に入っていった先になってくるっていうことですね。はい、であとはまあ金馬エリアですね。金馬エリアにまあいい物件があるかどうか、はい、あの同じような感じ、まあ、金馬のエリアはちょっとだけ高くなるかな。金馬通り沿いとなると林南だったらまあ1500ドルから2000ドル、でも金馬通り沿いだったら2000ドルから2500ドルかなっていう感じ。通りが ひどいですよね。こんなあの林南と違って金馬通りの方がやっぱり通りは広い。さっきあの4車線ですねって言ったダオタン通りと同じぐらいですね。同じぐらいです、はい、その辺の道幅がやっぱあるので、その通り沿いの店も高いと、
はい、おまけに歩道はしっかりついてというのがあるので金額がやっぱり賃料が上がってきますよね、はい、そういうなんて言いますか、ここみたいに歩道がないんだけど歩道がないと安いですよね、うん、なんかそういう基準で値段が決まってるような感じですよね、はい、いかがでしょうかね、この先とかね、はい、まあここでやるのとさっきの先の方に二郎っていうのがね先の方にありましたけども、そこでやるのともうちょっとあの金間に近いところでやるのと、まあうまいなっていうのであればここまでタクシーで来るケースが多いと思うんでね、もしくはまあ歩くんですけども、別に何でしょうかね、あの皆さん美味しかったら来るんですけどもね、まあ、その辺は何でしょう、あのホーチミンで本当にあのもうあの歩幅な何歩以内のじゃなきゃいかないとかそういうのもあるかもしれませんけど、そんなにホーチミンのように凝縮してないっていうか、こう集中してないんですよね、ハノイは分散してるんでね、このズドーンっていう先にさっきの流行ってるボーイングっていう豚骨ラーメン屋さんがある。なぜあんなところのラーメン屋が流行るのか、いや豚骨ラーメンで美味しい店ってあそこしかないからですよね、他はもうクソですね、全然ないです、はい、臭いだけですよね、でもあそこは美味しいですよね、麺も固くてとても美味しい、だから皆さん行くんで、もううまいところには皆さん行きますから当たり前なんですけど、はい、もうだいぶまた戻ってきました、はい、これ林南通りですよね、もう向こうの方に車がこう横に走ってるところがダオタン通りですから、まああの短いもんですよね林南なんて、はい、まあこの幅の向こう側と向こうの 逆側の橋とどんだけ違うのかっていうと、そんなさほど違わないですけど、まあ美味しければこの林南通り沿いだったらどこでも皆さん来るんじゃないかなという気はするんですよね、はい、いかがでしょうかね、まあちょっと今林南のところをちょっとねかいつまんで説明させてもらってます、はい、ここは1500ドルです、この1500、ここまで来ると1500ドル、はい、さっき言いました、あのご紹介させていただいている物件はすぐそこですけど、一本中に入ってるんで1000ドルですね、はい、林南なんでもうあのラウンジがいっぱいあります、ラウンジがもう盛りだくさんにいっぱいあります、はい、まだこの通り沿いじゃないちょっと一本入ったところにもたくさんラウンジはあります、はい、いかがでしょうかね、お店屋さんもたくさんありますので、はい、まあ、一応林南通りをちょっと総称というかねまとめてみました、また今度は金間のあたりで美味しいというかね、いい物件があれば、まあ、見てもらえるでしょうと思うんで、はい、ただちょっと林南の物件がね、オーナーも今日も電話があってどうするんだと聞かれています、はい、なのでちょっとまあ早く決断しないといけないのかなという感じはしてますけどね、はい、以上レポート終わります。